前に外出許可をくれて。市中を巡察する大使に同行しろ。総司、平助、今日の巡察はお前らの隊だったな。でも今回は俺より総司向きじゃないかな。今日は総司の一番組が昼の巡察を担当だろ。平助の八番組は夜担当だし、夜より昼が安全だっていうのは僕も同じ意見。でも逃げようとしたら殺すよ。老師に絡まれても見捨てる。いい。いいわけねえだろうがバカ。何のためにお前に任せると思ってんだ。ごめんね、危険を承知でついてくる。長州の連江戸の家にも帰ってねえらしいし、今日の街中で報道さんらしい人物を見たっていう証言も上がっている。それに半年近くも辛抱させたしな。機会を見送り続けたんじゃ行動さん探しもこのまま進まねえだろ。とにかく俺は許可を出してやる。行くか行かないかはお前が好きに判断しろ。
まさかなんですか。私が寝たきりの病人か何かのような言い方はよしてください。何の問題もありませんよ。左腕は寝たきりですが、君こそ部屋を出ていていいんですか。豚所内を勝手に動き回られては困ります。考え事とはまるで後ろめたいことでもあるんだ。もちろん名目上のことですが、私は局長から豚所の守護を仕切るよう仰せつかりました。手薄になった新選組の豚所が何者かに狙われないとも限りません。君は私の目が届く範囲にいてください。非常時には適宜私から指示を出します。
通で寝込んでいる平大使よりは私の方がまだ使い物になります。三男総長、奴らの会合場所が池田屋と判明いたしました。ああ、それは困りました。新選組は意外と賭け事に弱いのかもしれない。山崎君、一つ面倒を頼まれてくれますか。まず敵の所在は池田屋であると四国屋へ向かった土方君に伝えてください。そして大変お手数なのですが、その伝令によって